物質の分解第2章。今日は酸化銀の分解について一緒に学んでいきましょう。さあ、黒色の物質酸化銀を加熱した時の変化を図のような装置で観察していきます。酸化銀は先ほども言ったように黒色の物質です。さあ、どんな結果が現れたのか。はい、実験結果いきましょう。はい、丸1、発生した気体、気体が発生したということですよね。発生した気体を、はい、こんな風に、はい、この気体の集め方です。はい、これは水に溶けにくい気体を水中で集める集め方、水蒸気管法と言うんでした。はい、水蒸気管法で集めるよと。はい、そしてその集めた気体にね、火のついた線香を入れると、その線香は炎を上げて燃えたと言うんですよ。ということは、はい、この性質を持つ気体ってありますよね。はい、このことから発生した気体というのは酸素と分かりますと。はい、ということで酸化銀を加熱すると気体酸素が発生しましたと。はい、続いての実験結果見ていきましょう。はい、まず酸化銀というのは何色でしたっけ。黒色でしたよね。黒色の酸化銀を加熱すると試験管には白色の物質が残ったと。この加熱前は酸化銀、これね、加熱後は酸化銀とは別の物質銀ができたんです。さあ、この銀というのは金属ですよね。皆さん、金属の性質覚えてるでしょうか。はい、ここでちょっと確認します。残った物質、まあ、つまり銀ですね。はい、銀の性質、はい、試験管の底でこすると金属光沢が出る、まあ、ピカピカ光るということですね。はい、そして電流を流すと電流が流れるよと。はい、そして金槌で叩くと薄く広がると。はい、これら金属の性質ですよね。はい、ということで、黒色の酸化銀は加熱すると、白色の銀へと変わったということがこの実験結果からもわかります。はい、ということでまとめです。はい、酸化銀は加熱すると銀と酸素に分解されるということが分かりました。ということで今回は酸化銀の分解について一緒に学んでいきました。